あの選挙人上位の多い2州ペンシベリアンミシガンはもうハリス側は絶対落とせないんですよ、うん、まあだから我々もそれ取材行くんですけどでただ、えっと、2020年と今回の最大の違いっていうのはあのミシガン州のアラブ系の有権者これはあの実は、えっと、全米規模でいうとアラブ系はそんな多くわけじゃないんですけどニューヨークとやっぱりミシガンを中心にものすごく今多く増えていて。うんうん で、道が何で多いかというと、もう理由は明らかなんですよ。彼らはみんなワーカーが多いので、やっぱりあの、えー、フォードの本社があったりするので、工場ですね。工場で働いてるんですよ、うん、彼らの多くはね。で、あとあの、あの、アラブ系の人たちっていうのは繋がり大事なんでい、特定の人が行き出すと、それについて、次々いろんな人が行くっていう形で、あの、コミュニティが増えてまして、ディアボーンは今4割ぐらいが、 実はアラブ系。うん、10万人の街なんですけど、4割ぐらいがアラブ系私行ったことないんですけど、まあ今回初めて行くんですけど、そういうアラブ系の人たちっていうのは、まあアメリカでは完全なマイノリティ、うん、人種的なマイ,マイノリティでもあるし、あとみんなムスリム、イスラム教徒なんで、うん、宗教的なマイノリティでもある。うん、そうするとなると当然民主党支持するわけですよね、うん、彼らはね。で、2020年は、えっと、アラブ系の有権者は大体7割ぐらいがバイデンさんに入れたと言われていて、うん、で、バイデン少利を支えた。 でミシガン州の2020年のバイデンとトランプの差っていうの、票差って大体15万票ぐらいなんですよ。うん、だから、ディアボーンに一番集まってるから、僕らディアボーン行くんですけど、ディアボーン以外の他の近くの町にも、アラブ系の有権者、多いんですよいやこれがだから本当にみんな、まあ、トランプに入れないまでも、危険をしてしまったらってことですよね。だから、そういう人たちがあの投票所に行かない、あるいは行っても名前を書かないあのあの、名前にチェックを入れない。 白票を入れる、あるいはトランプに入れる、みたいなことをやったときに、さっきの15万票がひっくり返る可能性がある。なるほどね。そうなると、まあ民主党がブルーウォールって言うんですけど、さっきのラスベルス参集のことをね、青い壁、つまり絶対勝たなきゃいけない参集であり、民主党にとって大事な参集ブルーウォールの、まあ、あの、 頭であるミシガンが倒れることになるる倒れ倒要素としてやっぱり一番大きいのがイスラエル問題の対応ってことですねだからやっぱりきょ去年からの,あのガザの惨状にバイデンさんがほとんど手を打たないもともとバイデンさんってイスラエル寄りの人なんですよ、うん、あのバイデンさんができなかったのはまあ僕は良しとは言いませんけどバイデンさんという人を見ればそうなっちゃうだろうなと思ったやっぱりそれを見たアラブ系の預言者としては許せなかったんですよ だからじゃあハリスさんになってそのアラブ系のたちがどうなったかっていうのが今回我々が行って取材する話ですあの。つまりバイデンさんよりは多少違うんで少し名前が隠ってるてもいいかと思うのか、うん、いやー許せない、うん、バイデンもハリスも似たようなもんだから許せないって言ってやっぱりハリスにもいらないあるいはもうもっと踏み込んでトランプに入れるのかみたいなそういうのをまあ津田さんと一緒に三さんと一緒にまあ 現で,で、ね、しかもちょっと前にねまた中東がどん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 きな臭くなっていてあのレバノンとかねベイルドとかにも爆撃があって、うん、まさに民間人が殺されてるのがあってよりまた悪化している状況に対してどうハリス候補がね、えー、言ってるのかみたいなところもね多分そこでまた考えがある人もいるでしょうからね。だかからこれねああののデデアアボボンン市長とかあとディアボーンです 選出されている議員とか、周囲の議員とかいるんですけど、みんな民主党員なんですよ。みんな民主党員なんだけれども、うん、アラブ系の住民の人たちはみんな怒ってるわけですよ。まあ全員じゃないですよ。はい、怒ってる人が多い。はい、そういう中で民主党員の市長や議員たちは、今回の選挙でどうするんだろうと思、はいまですね。で、彼らの立場も絶対苦しいわけですよ、ね。うん、例えば、あの、それこそ第3党で、例えばジェルスタインっていうグリーンパーティーの女性の党首がいて、 まあ彼女はおそらく全体のポピュラー冒頭でいうと1%ぐらいの票を取るんだと思うんですけどそのジルサイン入れるとかそういう選択肢だって多分あるわけでただジルサイン入れるってことはどう考えてもそれは潜在的にトランプを助けることになるっていうことなので,です、ね、だから本当にその民主党にとってのブルーウォール絶対出資しなきゃいけないミシガンを勝てるかどうかはそれの最大の鍵はアラブ 系の住民が握っている、うん、まあていうそしてそれを非常によくわかる象徴的な都市がこのディアボーンであるということでここを取材に行っということですね。